三大バレエ団の一つに数えられているロイヤルバレエ団。ケンランたるグランドセーヌは空尾による日本の漫画。クラシックバレエを題材にした漫画で、監修は舞踊師や舞踊評論家として知られる村山久美子。チャンピオンレッドにて2013年9月号より連載中。クラシックバレエという題材であり。 少女漫画における王道的なストーリー展開であるが、少年漫画史にて長期連載され続けているという懸な作品となっている。作者は小学校から高校までクラシックバレエを習っていたが挫折した経験があり、それが本作の執筆に結びついている。そのため非常に細かな作画や心理描写、ストーリーが実現されている。 漫画大賞2015一次先行作品。タイトルの絢爛とは目が眩むほどきらびやかで美しい様、贅沢で華やかな様を意味する。優れた観察眼を持つ小学生の少女ユータニカナデは林家に住んでいる年上の少女リサの影響でクラシックバレエに強い憧れを抱き、かつてフランスでプロ活動をしていた。 滝本信子のバレエスタジオに通い始める。バレエの楽しさに見せられたうは、同じ教室で一つ年上の伊藤翔子や、バレエの英才教育を母に受けてきた、クリス・桜天性の集中力を持ちながら、それを生かしきれなかった、藤田エマといった、同年輩のダンサー仲間たちと出会い、互いに切磋琢磨していく。小学高校高学年で、 日本国内のコンクールやオーディションを経験した僧たちは中学校に進学してからは国際コンクールへの挑戦などを経由しバレエダンサーとして着実にステップアップを遂げてゆく。そして元イギリスロイヤルバレエ団プリンシパルのバレリーナであったアビゲイル・ニコルズや名門バレエ団の舞台監督ウジェーヌ・ガレルなどに目をかけられたウはプロのバレエダンサーを目指し始める。 アビゲールの誘いにより、ロイヤルバレースクールのスカラシップ獲得を目指して、ユースアメリカグランプリの日本予選に参加した層は、同賞を獲得。同時に、フランスへの短期留学のスカラシップを得て、留学先で、同じホームステイ先となったアンドレア・メンドーサと、親交を深める。ヤグップ、ニューヨーク本選に臨んだ層は、ロイヤルへの1年間の留学スカラシップを獲得する。 16歳以下の世界でも一握りの選ばれたトップエリートのみが集うロイヤルのローアースクールでは、勝ち気で奔放なエブリン・フォックス、人見知りの激しいキーラ、ルールに厳しいレベッカラと同質となるが、ルームメイト間のごたごたに頭を悩ませることになる。白鳥の湖ロイヤルバレエ団のプリンシパル。ありがとうございます。